カンタベリー大聖堂の正面入り口アングロ・カトリックは英国国教会、カトリック、カトリック聖公会主義などとも呼ばれ、英国国教会における様々なカトリックの遺産と独自性を強調する性交界内の人々、信念、実践から成り立っている。アングロ・カトリックという用語は19世紀初頭に作られたが、聖公会でカトリック的性質を強調する運動はそれ以前にも、 存在していた。アングロカトリック主義の歴史に特に影響を与えたのは、17世紀のカロラインディバインと呼ばれた神学者たちで、17世紀と18世紀のジャコバイト神獣先生拒否運動、1833年にオックスフォード大学で始まったオックスフォード運動で、このためカトリックの復活として知られる英国国教会歴史の期間を呈した。 少数のアングロカトリック教徒は、成功界内の教皇派と呼ばれていて、ローマカトリック教会と関係がないにもかかわらず、教皇主義説の下にいると考えている。そうしたアングロカトリック主義者は、特にイングランドでは、第二バチカン公会議以降の新しいミサ儀式に、従ってミサを祝うことが多く、ローマカトリック教会へ復帰することを求めている。さらに、 教皇ベネディクト16世が作成した元英国国教会信者ための個人的儀式に出るメンバーは非公式にアングロカトリック主義者と呼ばれることもある。英国内だけでなく世界に広がったアングロカトリックと目される教会の英語リストが上のようにある。ありがとうございます。